を見守ってくれるわん。片端小学校の近くにはたくさんのお寺があるわん。こちらの妙徳寺は1469年に片端小学校区の北部にある妙徳寺川の近くに建てられたんだけど、洪水で流されてしまったんだわん。その後現在の高台の地に建てられたんだわん。140年前にはお寺の中で夜間学校も開いていたんだって。高台に建てられたお寺といえば道福寺もその一つだわん。建てられたのは500年以上前なんだけど、大規模な修復工事で現在は見違えるほどの建物に変わったんだわん。さらにこちらは1492年に建てられた妙高寺。稲荷堂や地蔵堂、そして弘法堂があって、道福寺と同じく四国直伝弘法大師の札所なんだわん。そして片端小学校区で最も南にあるのが玉堂院。1518年に建てられたと言われているわん。こちらも周辺は昔海だったために高台に建てられているんだわん。お寺からはこのように住宅街が見下ろせるんだわん。それではここで問題。紹介した4つのお寺のうち、祈願すると病気が良くなると言われている薬師如来が本尊として置かれているのは妙徳寺である。丸か×か。正解は×。薬師如来が本尊なのは妙高寺だわん。妙徳寺は阿弥陀如来で、その他にも本尊がそれぞれ違うんだわん。